さあ、あれですね。今週の日曜日はサロンですけども、テーマは、なんでしたっけ？アルトオープン AI のお家騒動。マン。ああ、そうですね。帰ってきたアルトマン、サンバルトマン解任劇と今後の LLM、AGI の開発っていうテーマにしました。これですね、その視聴者の皆さん、この日曜日に見れると思っておられるかもしれませんが、実は見れないと。いうご案内です。あれですよ、やったらね。いつもの配信、ライブの場合は、PTX の方にね、申し込んでいただいて、多分この下にリンクが貼られると思いますけど、そちらに申し込んでいただくと、当日のライブの、YouTube ライブのリンクが届きます。はい。で、そちらにアクセスをしてください。で、公開じゃないんですね、それが。公開、URL ですか？その URL 公開じゃなくて限定公開っていうやつで、知ってる人じゃないと見れないという配信になりますんで。毎回配信のやつは、ライブのやつはその形ではありますけどね。常連の人は知ってますけど。たまにだから失言とかですね、まずい部分があった場合に、カットしたり、編集したりして、再配信し直すということがあるんですけど。で、数日経つと公開されるんですよね。問題なければそのままですね。配信の方のコーナーで出すし、問そうす題るがあと、れば、限定公開が解除になり、申し込んでない方も見れるように見なれるるようになると。ということで、数日遅れならいいんだけど、当日ライブでご覧になる方は、PTX で申し込んでおいてくださいって話ですね。大丈夫。数日か1日かちょっとわからないですけど、ちょっと状況間によっを置いて。て、公開するという方針でいきます。あとはあれですね、ライブの特典は、チャット欄に質問とかコメントそうを。ですね。ここが大きいですよね。で、それは、ほぼ、漏れなく答えてますね、今のと 今までの順番。もうそろそろ危なくなってきましたね。後からの万収が一録の方がを、時間が長いっつよそうですね。だから、ね。ちょっと、より一体感が生まれる そう。今回は言う機会もございまライブの参加ですね。すね。いや、こっちもね、嬉しいですよね。コメントとかいただくとね。ので、ぜで、ひなんか、ライブで。松田先生、今ご準備されてたという話を。ご準備やってて、これの録画をすっかり忘れてたという。収録を忘れるぐらい集中してやってるってことですスね。ライド何枚ぐらいできたんですか？もうほぼ50枚ぐらいできたんですか？僕は、枚数は減らす主義やから、まあ、マックス30枚それでも1時間ですよね、公演。60枚ぐらいあってもいいんじゃないですかね。いや、それはね、だからそういうやり方は良くないというのが僕の主張で、ああ、そうですか。一枚をじっくりと。ね、ゆっくりこう、トークでね、ああ、トークででこう、すね。盛り上げるっなていうるのほは、やど。っぱり、喋りの達人の技でしょうね、きっとね。いや、だっね。てね、アップルなんかのああいうの見てたらね、なんええ。パワーポイントポン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 出しませんよね。パワーポイントがもうものすごいシンプルですよね。要所要所でポコッと出すだけだだ。からあれがね、プレゼンの極意なんですよ。かっこいいですね、あっちの方がね。だからね、喋りがメインなんであってね、後ろに出すのはあれ、ビジュアルエイドというんですよ。あくまでもエイドなんであって、あれが主体になっちゃいかんのですよ。わかりました。プレゼンだの話から、になってますが。あれをね、できるだけ少なくするのが、いいプレゼンなんですよ。だそうです。じゃあ、まあ、その部分ですね。資料を作ってる端からなんか、ザバージがアルトマにインタビューしたとか、新しい情報が入ってきたりしますよね。今ね、今どんどん新しい情報入ってますから、松田先生、ご準備大変かなと思ってますけども。いや、だからね、パワーポイント作るよりもね、YouTube 聞いてたら、どん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 変わってくるわけ。時間がない。一 作気にれないね、じゃんっていう。もう何本もあって、で、YouTube はね、今ね、もうそれで持ちきりやから、で、有力な YouTuber、4、5人見てんやけど、それでね、毎日見てたら、それだけでもすごいじゃないですか。結構ね、どれも30分ぐらいあるのね。で、それで4本見たらそれだけで2時間じゃないですか。だから僕は朝4時半に起きてやね、早速。すごい努力ですね。いやー、もうみんな同じような気持ちだから、松田先生が要約してくれると、すごく嬉しい人多い大で変助かります。す。助かでね、僕、この
いや、今またね、今度の他に来週、弁護士学会で講演するんですよ。弁護士。で、そこでね、僕は、この事件っていうのはね、もう人類史上のね、転換点であるという主張をしようと思ってるわけよ。だから、その弁護士から見て、このチャット GPT みたいに、ね、どういう使い手があるかみたいな、そんな話じゃなくて、もうね、人類が終わるかもしれんよと。お、日曜日もそんな話ですか？そう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 。お、大体どんな感じか、ちょこっとだけでも言っていただけると。だからね、今ね、このサンマルトマンの事件っていうのは、あれをね、人間劇として見たら面白いかもしれんが、ね、そんなところが本質やないと。で、本質は何かと言ったら、機械が人間を今追い越そうとしておると。で、それに対する人間側の反撃。人間側って誰なんて言ったら、クビになった、あれですよ。ヘレンとかですか？うんうん、方々。彼女たちはですね、人間側を代表して反撃したわけ。別にね、サム・アルトマンが機械側についてるというわけじゃないよ。ないんだけど、でもまあ、人間側の反撃で、それが破れた。うん、でこれが人間側の過去、最後の反撃。もうですか？もう、もう AI の時代になっちゃう。機械の時代になる。あさあ。というような。どうなんのかな、ですね。映画の予告みたいな感じになってきました。そうか、どうなるかちょっと全然読めないですね。はい。ですけど、すごいことになりそうだという予感がします。皆さん、ぜひ申し込んでいただきたいと思いますので。お願いします。そう。これはもうね、人類最後ですからね。はい。